アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりじゃです。令和5年9月30日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグウエスト第2節その一戦となります。昭栄ブレザーズ対三重ファイヤーバードの一戦が行われます。試合開始12時キックオフ予定です。まもなく試合開始の時を告げようとしております。両チームサイドラインに並びまして、その試合開始の時を待とうとしております。本日の鶴見緑地、雲ありますが非常に好天に恵まれました。ようやく残暑溶けつつある秋の兆し漂う、天候となっております。しかしまだこの時間帯は日差し厳しく、その暑さに対して両選手が対応できるかが注目というところになります。両チーム初戦を終えまして、それぞれ勝敗がついております。初戦を制しましたのはまずは昭栄ブレザーズとなりました。こちらが現在1勝しており、そして三重ファイヤーバードは奮闘しましたが、しかし一敗地にまみえております。三重としてはここを勝利しまして一旦五分の形に戻したいといったところでしょう。対しまして昭栄はここで勝利し、今季のビッグイヤー勝ち越しますと X2 に上がるという非常に大きなチャンスに恵まれているこの一戦に勝利を目指し、そしてその座をより近いものにしたいというところにあります。さあ両チーム首脳陣中央に集まりまして、これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日はホームチーム扱いとなっております昭栄ブレザーズ。昨シーズンも優勝を遂げまして、そして長く低迷期をようやく脱し、その後期にありまして今シーズン X2 へ上がれるビッグチャンスのイヤーに、昨年果たせなかった昇格の夢をかけます。対します三重ファイヤーバードも遠く三重の地にありまして、アメリカンフットボール普及に邁進しておりまして、ようやく陣を整えつつある今シーズン、そのビッグチャンスを生かさんと今シーズンに挑んでおります。三重ファイヤーバードキックオフ、昭栄ブレザーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。両チーム試合前の劇を飛ばしまして、まもなく試合開始の時を迎えます。この配信は X2 ウエスト全6チーム、 X3 ウエスト全13チームによりましての全19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画にご賛同いただきました企業様、そして個人様のご記者をもちまして、この企画は成り立っております。皆様のご好評大変ありがとうございます。できる限りそのご期待に応えられるよう、この配信にも全力を傾注していきたいと思います。さあまずは三重ファイヤーバードのキックオフで試合開始となります。キックオフを務めます三重ファイヤーバードのキックオフキッカーは32番の大久保ダニエル。
稲尾高等学校出身のルーキーです。エイジ19歳の選手がここで X リーグで活躍しております。ショーへリターンに入ります。さあ大きく入った、ナイスリターン。ショーエリターナボールを持ちましたから中央切れ先左オフタックル付近を独走、相手味方ブロッカー生かしまして一気に相手陣入った位置からの攻撃を確保しました。見事なリターン果たしましたのはショーエブレザーズ4番のプレイヤーです。本日は協会からのメンバー表がまだいただけておりませんので、公式、事前に配信がありました、年間をもとにしております。登録が追加されている選手も多数おりますので、こういった方々は後ほど確認できましたら追加させていただきたいと思います。まずはショーエイブルザーズの攻撃です。ショーエイ相手陣43ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあまずは攻撃が後方より一度だけできる前パスを敢行しました。真横に展開したランニングバック32番にパスを投じ、32番キャッチアンドラン、これが構想しまして約5ヤードのゲインとなっております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほどの倒れたところまでが攻撃1回という形になり、攻撃権次の攻撃に変わります。アメリカンフットボールの攻撃回数は4回となっています。この4回で10ヤード前進しますと再び1回目に戻ります。このパターンを繰り返すか、その間に相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。ショーエイセカンドダウン6、ボールオンは相手陣39ヤード。今度はオプションプレーを敢行しました。ショーエイファーストダウン、ここでショーエイはランプレーを展開しました。選択しました。ここでチョイスしたのはオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択プレーです。この選択を託されましたランニングバック32番右オープンを展開しまして攻撃権更新を果たしております。ショーエイファーストダウン、見事なランで攻撃権更新果たしましたのはショーエイブルザーズ32番の野田、近畿大学出身のチームルーキーです。ショーエイ攻撃1回目に戻し、相手陣30ヤードからのファーストダウン10、ナイスラン、ファーストダウン。ショーエイ攻撃多彩に展開します。今度はオフェンス1人だけ動かしていい選手をモーションさせ、その動きをトップスピードに乗せたジェットモーションスイープを展開しました。ワイドレシーバー10番、このスピードを生かしまして右オープン展開し、一気に攻撃権更新を果たしております。ショーエイブザーズファーストダウン、素晴らしいラン披露しましたのはショーエイブザーズワイドレシーバー10番の大倉、近畿大学出身。ショーエイ相手陣14ヤードに入ってのファーストダウン10、ショーエイここでランニングバックにトスをしましたが、その際にランニングバックがボールをジャグル、このためプレーは展開できず大きくロスという形になっています。約6ヤード後退する形になりました。ショーエイ2回目の攻撃に入ります。ショーエイブレザーズ相手陣21ヤードからセカンドダウン16、攻撃権更新距離は先ほどの交代ありまして16ヤードと変わっています。クォーターバック6番パスを投じようと下がりましたが、ターゲット見つからずスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。しかしこの判断がよく約8ヤードほど返している形になっております。クォーターバック6番は高倉、近畿大学出身のプレイヤーです。今年よりこのチームに加入しました。ショーエイサードダウン8、
攻撃権更新、必要蹴りは8ヤード、そしてボールオンは相手陣11ヤード。さあここで大きなプレーが発生しました。ここで翔英投じましたパスでしたが、このパスを取りましたのは三重、インターセプトしまして攻撃権をダッシュしましたが、このリターンの際にボールをファンブルしました。その落としたボール、果たしてどちらが取ったかですが、確保しましたのは翔英となりました。したがって翔英はこのプレー中に攻撃権を奪い返す形になりましたので、攻撃が継続する形にはなっております。しかし結果的には交代する形になっているので、フォースダウン4回目の攻撃で残り距離16ヤードという状況に入ります。翔英フォースダウン、失礼しました、フォースダウン13です。フォースダウン13、プレー選択です。フォースダウンギャンブル、この1回の攻撃で攻撃権更新と得点を狙います。これは三重ナイスディフェンス。この距離を翔英はランプレーで突破を図りました。しかしそのランプレーを三重80番見事なパシュートでタックルしまして、このランプレー阻止、4回目の攻撃失敗となりますので、攻撃権は失われまして攻守交代になります。攻撃権は三重ファイヤーバードと変わります。さあまず順調な攻撃を展開した翔英ですが、勝負どころでミスがありまして、この攻撃を無得点という形で終わらせてしまいました。三重この窮地を脱しまして、さあ反撃に入れるでしょうか。ボールオンは自陣16ヤードから三重ファース、三重ファイヤーバードファースダウン10。同じく攻撃は1回目の攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入ったが、しかしこれは翔英ナイスディフェンス。ナニワックにトスしまして左オープンをつかせましたが、このランプレーを翔英88番見事に対応しまして、約6ヤードのロスを奪っております。ここでウォーターブレイクが入ります。素晴らしいタックルを決めましたのは翔英ブレザーズ88番の春口、関西学院大学出身の今シーズン加入のチームルーキーです。アメリカンフットボールはその当日の天候及び気象条件に判断によりまして、審判団がクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日は先ほども申し上げました通り、非常に秋晴れ穏やかといった天候でありますが、しかし日中まだ厳しさが残っております。熱中症対策としてここでタイムアウトを入れております。この配信は X26 チーム、 X3 全 13チーム、全19チームの合同企画によって実現しております。画面上に映し出されております企業様、そして個人様のご寄付ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL がございます。この企画ご賛同くださいます方々、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。三重自陣9ヤードからセカンドダウン16で試合再開です。パス成功。クォーターバック9番、ここで下がりましてパスプレーを展開しました。ターゲットナンバー確認できておりませんが、密集点ディフェンスカバーある中、このパスをキャッチしまして約10ヤードのゲインとしています。三重ファイヤーバードファーストダウンサードダウン5、ボールオンは自陣20ヤード、攻撃権更新、必要距離は5ヤード。さあ突破なるでしょうか。ここでホイッスル、
イエローフラッグ、フィールド上に審判団から黄色いウエスが落とされております。この黄色いウエスは反則発生を意味します。どちらのチームに反則があったか、まもなく審判団からコールされます。先ほどのフラッグは無効となりました。反則の発生はございません。従いまして通常通りプレーは再開となります。ここでタイムアウトが入りました。三重ファイヤーバード前半1回目のタイムアウトを取っております。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。三重ここで状況を一旦整理するためここでタイムアウトを取りました。この配信は X26 チーム、X313 チーム、計19チームによります合同企画によって実現しております。画面に映し出された様々な企業様、そして個人の方々のご寄付、ご支援、ご記者によりましてこの企画は実現いたしました。そのご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。説明、この YouTube 配信の説明概要欄に申し込み URL ございますので、その企画にご同意いただけます方はぜひ ご参加よろしくお願い申し上げます。試合再開となります。三重サードダウン5、さあこの距離をランプレーで突破を図りました。キャリア8番中央突破しまして攻撃権突破を図らんとしましたが残り4ヤード残しましてフォースダウンに変わります。三重キャリア8番は河合、群馬大学出身のルーキーです。さあこの最後の攻撃権、三重フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキック力で陣地挽回を図ります。このパントは自陣脱することできず三重陣40ヤード付近で外へ出ましてこの位置で攻守交代となります。攻撃権は昭栄ブザーズに変わります。さあ先ほど厳しい状況を一旦脱するかに見えました三重ですが昭栄のディフェンス厚く自陣脱することはできておりません。逆に昭栄は相手陣入った位置からの攻撃に入ります。昭栄ブザーズ相手陣38ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番右にスプリントアウトしワイドレシーバー0番にパスを投じましたが0番これをキャッチミス、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。昭栄結果的に相手陣38ヤード変わらずの位置からのセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。これは三重ナイスディフェンス。三重昭栄ここで中央へのランプレーで突破を図りましたがこれを三重ディフェンスライン殺到しまして最終的に62番がタックルしこのランプレーを
約2ヤードのロスで阻止しております。タックルしましたのは三重ファイヤーバード62番のプレイヤーです。こちらもメンバー変更、ナンバリング変更があったようですが、こちらの方は後ほど分かりましたらまた補足させていただきます。ショーエーサーダン8、パス成功、ファースター。ここでクォーターバック2番ランプレーをフェイクしたプレーアクションパスを展開。このパスが見事ワイドレシーバーにヒットしまして一気に攻撃権更新となりました。ショーエーブラザーズファースター。ここでフィールド上に負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入っております。見事パスキャッチいたしましたのはショーエーブラザーズ10番の大倉、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ、まもなく試合再開となります。ショーエー相手陣8ヤードに入りましてファーストダウントゥーゴールに入ります。4回の攻撃圏で残り8ヤードを突破しエンドゾーンを目指します。ナイスラン、タッチダウン。ここでショーエーはランプレーを選択。託されましたランニングバック32番右オープンを展開。味方ブロッカーの壁を生かして一気にそのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。ショーエータッチダウンによりまして6点先制となりました。見事タッチダウン上げましたのはショーエーブラザーズ32番の野田、近畿大学出身のプレイヤーです。ルーキーがまずこの試合の先制点を上げました。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。このキックを0番見事に決めまして1点追加。ショーエーブラザーズ7点、三重ファイヤーバード連点。まずこの試合ショーエーブラザーズが先制点を挙げる形に成功しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにこのタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自陣のエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーです。この時は2点。従いまして得点パターンはワンプレーによりますと2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算によって構成され、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そしてアメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を上げた側のキックオフで試合再開となります。さあ、しかしそのショーエーのキックオフはサイドラインを割りまして外へ出ました。このキックオフは反則という形になります。アメリカンフットボールのキックオフはサイドラインの外へ出してはいけません。この場合リターンチームは5ヤード、その出たところから5ヤード前進した位置の攻撃を得るか、5ヤード下げて蹴り直すか。30ヤードのペナルティで自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べますが、三重は5ヤード下げ、三重は、自陣35ヤードからの攻撃を選択いたしました。
さあ三重攻撃地点自陣35ヤードからの攻撃に入ります。先制されました三重、このシリーズで得点を上げることできるでしょうか。三重ファイヤーバードファーストダウン10。パス成功。まずクォーターバック01、右に展開していたワイドレシーバー82番にパスを通し、このパス通りまして約5ヤードのゲインを果たしています。パスを投じましたクォーターバック9番は日光、取りましたワイドレシーバー82番は渡辺です。日光は北海道工業大学出身のプレイヤー、82番の渡辺は同志社大学出身のチームルーキーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン5、ボールオンは自陣40ヤード。今度は翔英がディフェンスで見せます。次はランプレーとしてキャリア32番にボールを託しましたが、このランを見計らいまして翔英ブザーズ88番殺到しまして、このランを阻止し4ヤードロスを奪っています。タックルをしましたのは88番の原口でした。関西学院大学出身。失礼しました、98番の西岡でした。福岡大学出身のプレイヤーです。パス不成功。ここで三重はパスプレーにより突破を図りましたが、ターゲット81番このパスをキャッチできず、パス失敗となりました。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン9、パントフォーメーションを選択します。このパントは風に押し戻されましたでしょうか。相手陣45ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は翔英ブラザーズに変わります。三重攻撃で打開を図りたいところですが、現在翔英のディフェンスの壁に阻まれている状況です。さあ翔英、このまた再び優位な位置から攻撃を開始します。ボールオンは自陣45ヤードからのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック2番、右に展開したワイドレシーバー0番にパス、0番これをキャッチアンドランし約8ヤードのゲインとしています。見事なパスを投じましたクォーターバック2番は山西、近畿大学出身のチームのバイスキャプテン、取りましたワイドレシーバー0番は田中、関西大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了となりました。第1クォーター終わりまして、翔英ブラザーズ7点、三重ファイヤーバード0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。時計操作誤りまして失礼いたしました。